昔々、一人の王子が旅をしていました。旅の途中、ある国で道に迷った時のこと。王子は森の中の教会で美しい姫と出会いました。なんと美しい姫だろう。王子は一目で姫を好きになりました。二人は毎日森の教会で会い、やがて深く愛し合うようになりました。ところが、そのことを聞いたこの国の王は大変腹を立ててしまいました。我が姫をたぶらかす者は誰か、すぐに捕らえよ。王は王子を捕らえるとこう言いました。旅の王子よ。そなたは姫を好いているというが、その言葉に偽りはないか？姫は私の心の幸い。姫の愛さえあれば、いかなる試練も喜びに変えることができます。ならば、遥か遠く、この世の果ての突国へ旅立つがよい。無事戻ることが叶えば、その時、そなたの言葉を信じよう。こうして王は、王子を遠い国へ追放してしまうのでした。遠い国へ旅立つ日、悲しみに打ちひしがれる姫に、王子はこう告げました。私は旅立たなければなりません。でも、どうか悲しまないでください。私の心はあなたのもの。たとえ世界の果てからでも、いつか必ず迎えに参ります。それから姫は毎日、森の教会で王子の無事を祈りました。いつか王子が迎えに来る日を信じて。見て、あの窓、ステンドグラスって言うんだ。この本のお話と同じだ。この教会なんだ、きっと。もう行かなきゃ。王子は必ず迎えに来るから。約束。こら、捕まれ。大丈夫か？ん、何か用か？大丈夫か？どうした？なんだ？俺も一年。急いでたんだろう。
入学式。俺はここで入学式。早く行った方がいい。葉月ケイ。